マクデブルク急行型巡洋艦は1910年から1912年にかけてドイツ帝国海軍が初めて建造した軽巡洋艦の艦級でドイツ海軍では小型巡洋艦に類別していた。ブレスラウはオスマン帝国海軍に移籍してミディッリと改名されて収益した。1916年に主砲を15センチメートル速射砲に換装した。 本級は1908から1910年海軍計画において4隻が建造されたクラスである。高速性能のために艦首の昇格を廃止して、しのげなみ性の良いクリッパー型の艦首に改められると、共に全級以上の高速力を求めボイラーを増設したため、4本煙突となっている。防御面において、ドイツの小型巡洋艦としては初めて減速走行が、 施され、引き続き浸水や断片防御に石炭鉱を防御区画として用いていた。しかし、武装は防護巡洋艦時代の1 0 5トル速射砲のままで仮想的国のイギリスでは威力にまっさる1 5 2トル速射砲を採用していたのに遅れを取り、後に第一次世界大戦序盤に戦没したマクデブルクを除き手法を1 5トル砲に 乾燥して攻撃力を高めていた。対空火器として8.8センチメートル広角砲2門を追加している。推進機関はいくつかのバリエーションがあり、マクデブルク、シュトラールズンとはベルクマン式タービン3機3軸、ブレスラウはアイグ、フルカン式タービン2機4軸、シュトラースブルクはドイツ海軍式タービン2機2軸であったが、速力に大きな差異はない。 小型巡洋艦という艦師から損亡は激しかったが、ドイツ海軍の艦席で、シュトラールズントとシュトラースブルクが無事除籍でき、この2隻は賠償艦に指定された。シュトラールズントは、フランス海軍でミュルーズと改名され、シュトラスブルクはイタリア海軍でタラントと改名されてそれぞれ収益した。世界の艦船造艦第60州ドイツ巡洋艦士、解任者、ありがとうございます。